それじゃあ三国志法の実況プレイですね。多分最終回だと嬉しいって言ってクリアできなかったらですけど、こんな感じです。実はですね、8月になったばかりですので、ここで170ね。あ、そうそうそう、生徒でもレント作ってたんだっけ。あ、作ってないな、あれは失礼。ここで作ってたんだ。ちょっと輸送しましょうね。この楽陽にバリオ様が、まあこのひょろい兵士とレントを送りましょう。手配します。さあボランに力を分けてくれじゃないけどね、楽陽にパワーを集めるだ。大丈夫ですね。ちょっと褒美だけはちゃんとやっとかないとですね。ああ、まあ大丈夫でしょう。裏切ったりなったりとかはないから。意外と連動の数が少ないっていうところですね。まあしゃあないですね。行きましょう。もう今更です。総大将諸葛亮でございます。孔明様の力をどうしようかな。あ、歩兵で優秀なのは、あ、どうなんだろうね。宗信、長江が優秀ですね。今更ですけど88か。やっぱね、弓兵が93あるもんね。そうそうそう、すごいっすね。86、馬長も優秀。でも、88、長江が優秀ですね。いっぱいしたな。長江は、こっちにやらせますか。で弓を86、関連を弓にさせましょう。はい、来た。300やっても188ですな。粘土で余っちゃいましたね。いっか。諸葛亮様ですよ。当然金いっぱい日頃持っていく。立てこもったか。あー、そっか。さあ、いや敵も多いですな、割と。さあ攻めますよ。どうなることやら。これでですね、本当は一騎打ち大会とかでも仕上げたいところですけどね。どうですかね。大会でもそんなね、負けたらシャリだらんからですね。じゃあさ、階段かけました。さあ壁登ります。登ります、登ります。倒するまではなかった。わお、やめて。あ、割と数あるんですね、実も。
間1。いやー強い強いっすね敵は。あ、同士打ちの KO をしたいですけどね。もう10強い。どうですか、引っかかるかな。ダメか、逃げた逃げた。めちゃすごいっていうダメージでもないですね。32か。突撃して倒せるかなっていう数字ですね。これは多分無理でしょうね。逃げた。3。あ、これはいけるかもしれないですね。いや、突撃です。はい、捕まえた。この弓矢がちょっと結構めんどくさいですね。5、めっちゃ与えるな。突撃 OK、 容赦ないっす。めちゃ食らった。そうなんだ。突撃します。よっしゃい。いやー食らうな。こっちもお返ししますよ。超強力大雨の26与える。パワー素晴らしい力出す。あ、大雨にはかなわんすね。多分兵士数が多かったらもっといっぱい与えてたんでしょうけどね。35。さすがにこれで突撃が倒せんすね。まだ捕まえた。捕まくり大勝利。仲間になった。仲間になった。すげえ連続で仲間になった。ひえ、あ、ダメか。あ、しまった。あれっすね、移動してくればよかったですね。そしたら逃げられなかったのに。失敗した。まあいいや。かなりの人数を捕まえました。あと1、2、3、3つですね。ここが奪い取ったばかりなので、次のターンちょっとこちらに移動するような形にしましょうか。満タンすぎて、いろんなものが。ちょっとこちらに何か頼むかな。金賞はいい。あ、失敗した。ですね。兵糧とかは満タンだったんでしょうね。金は別に兵士この辺りを。なんですかね。あ、しまった。
ちらに移動すればよかったですね。金はいい。よし。いいかな。さあ。まあいいよ、休養しましょう。何返してくる？なんか偉い子の子を返してほしいって言うわね。上限。いいよ。返してあげるよ。ほいほい返します。おお。あ、楽園連動が完成。あ、そうか。そうだったね。おいよーって。将軍様も、ここに合流します。金も持っていく。養老も持っていく。よし。ここで、600ですからね。あのね、万全にする必要性も感じないですね。もういっか。とりあえずもう攻めますね。強いですね。歩兵で優秀なのは82やね。歩兵丸で調子をついてってあげよう。せっかくやからですね。弓兵ロ83、85、16、かなり優秀ですね。これでいきましょう。188エンド、これいいかな。馬が1000いってますよ。金、兵糧、攻めます。あ、しまった。立てこもりますわね。さあ、出てましたね。その7000か。14、強い。攻めませんよ、こっちは。逃げるかーい。じゃダメだよ。いいな。レンド攻めないで。指輪でどうぞ。うお、つえ。おいてーす。言えるかな。20突撃倒せるかな。いけるっしょ。倒した。全滅。
つ。勝利。これにしあげよう。兵士が甘くっていうのもなんとも言えないですけどね。と6人、ちょこんとのが6人、どうすかな。攻めましょう。容赦はないです。僕はですか、もうそれで必要ない。もう歩兵で突撃ですよ。言うなればですね、これでいいかな。これでいきましょう。162。OK でーす。もう攻めまーす。さあ立てこもりましたね。どうなることやら。さあもう圧倒的に逃げますな、やつらは。こっちに来れば左に寄るかな。寄らないですね。さあ登りましょう。さあ登りますよ。ちょっと待って、そういうのやめて。悪い冗談やめてくれたまえ。あ、風向き能力。今さら。全然戦わねえじゃんす。こちらも触れないようにというか。腫れ物に触るような。逃げた。退却退却。はい、勝利。初めて見た。馬長が死んだ。ありゃりゃ。そうか。まあ疫病だらけですね。恐ろしい。降伏しますっていうやつだったらいいんだけど。
どうせ返してどうなのかな。100になったね。ただ100になったところでもう使い道がないっていうぐらい人がオーバーフローのような感じありますよね。どうなのかな。羽兵糧兵士どう。人もみんなねえどないでっかーってか強そうなやつをみんな連れてきそうな金強炉とにかくなんかあらゆるものを持っていきましょう。大衆誰でもいい。大衆はい線だってひーこんなに差があるんだからもうあれでしょう韓国受け入れとかしないのかな。幸福韓国新物じゃねえ。韓国著書借りかねます。絶大あらららら、そうなんだ。一応ね言ってみたんだけどね。じゃあ次が最終戦ですね。いやー竜禅様ね、あ情報収集終わり。そっかー、じゃあ天下統一にどうなのかな。これ空白地、いや違う空白地があったらダメだよね。地も移動残りわずかです。さあ、最後の一戦ですね。策、もう策略なんかいいんだ。攻めますよ。兵はもう諸葛亮は大将でいいでしょう。どうすかな。歩兵か序章。88があります。超優秀ですね。で弓兵なんですけど96。当該も優秀ですね。指が、あとは、玄関か。誰がいいかな。か、これでいきましょう。
と人は待ってるんで、あとはもう歩兵で振りましょう。ああ、脅威も良かったのか。まあいいや。これでもまだ数が余ってるんですよね。歩兵。あ、10人か。じゃあ、まあ、いっか。185のレッドね。わあ、余ってる。違う違う違う。これいきましょう。結果工場兵器は全く操縦しなかったっすな。しょうがない、ですね。おっとっと、聞きましたか。活量超よく、うわ、かかってきた。じゃあここは一騎打ちを、消費が、あら、そうですか。そうなのかな。どうなっちゃう。機械戦能力、今さら30。一騎打ちしませんか。ダメだ。せっかく一騎打ち、最後のチャンスを与えよう。超運、ダメだ。せっかくからですね、一騎打ちタイムを。ちょっと待って、超欲ってどうなの。浮力73。あ、これはやばいですね。負けたら3万いなくなりますよ。さすがにそれはやばいわ。困るな。30。さあ、どうもなりませんよ。残念だな。もうしょうがないですね。3、え、なんで3しか足りないの。でもじゃないですか、窮地を所望する。お、最初で最後の一騎打ち大会、まさかここで応じるやつがいるとは。ご老体。そうなんだ。圧倒的じゃないですか。やっぱ浮力差が激しいとすごいですね。いやじゃねえし、こら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 、ちょっと待てちょっと待てちょっと待て、こら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 、ちょっと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 、お、押してる押してる、やったー。
砕してきたか。玉砕したな、こちら。最後の一騎打ちが、まあね、最後の盛り上がったりするでしょうか。いいよ、もう解放してあげよう。はいはい、もういいもういい。解放解放。こんな顔やった。はい、解放しちゃるわ。いいよ。そうか。ではそうしよう。え、偽玉璽持ってた。この後に及んで。ということで、ターンエンドです。中国全土を統一したよ。さあ、新皇帝の創建にかかっていると。そういうことですな。いやようやくクリアしましたよ。最初はどうなるかと、ね、最初負けた時はいやこれ失敗したかなとまたやり直しかなって思ったんですけどね。まあまあ第2話第3話ぐらいでもうねあこれいけるなとなんとなく思いましたもんね。まあ、ちょっと孫権が裏切ったあたりが最後の山場だったんじゃないですかね。ええ。さあ、申し上げますと、集まってます。さあ、聖火の五聖徳と天下の太平を記念いたします。五聖火万歳。万歳。万歳。さあ、こんにちは、脅威。代表を、脅威なんだ。将軍代表なんだ。新軍なんだ。緊張感がある方が楽しかろう。超飛は全く何も言わないんだね。なんかこう特別な演出があるのかなと思ってちょっと期待したんですけど、なんのこっちゃなかったっすわ。後半はもうねあっという間でしたね。やっぱこちらの兵士の数が揃って訓練もされてて、で優秀な武将がいるとね、まあ、まあまず負けんすもんね。よっぽど下手打たない限り。連動使ったりとかもね、遊びじゃないですかもって思いますもん。まあ、でも敵がねちょっとおバカすぎるっていうか言い方あるんですけど。対人戦したらどうなるんでしょうね。人間対人間の三国志大会みたいなね。ちょっとこう時間はかかるけどちょっとやってみたいなーなんて思いますよね。ちなみにリアルで中学校の頃だったかなー、確か高校だったかなー、三国志4大会をしたことがあるんですよね、友達と。確か4人ぐらいで、4人ですよ、三国志を4人にするって頭おかしくないですか。その一晩かけて徹夜で、やった
たような気がします。最後はなんか手前味噌のやら私が、粘土を作ることに成功しちゃいまして、粘土の嵐で敵をボッコボッコやっつけてしまってですね、ちょっとお友達も怒ってゲームコントローラー投げて終わったっていうところもセットみたいなね、しゃあないっすかね。そうだし、やっぱこう落石の経営にはちょっとね苦しめられましたよね。やっぱ対人戦ですから、そこは違うなと。でしょうか。三国志をリアルな思い出で今ふと思い出しました。はい、いや、劉備でクリアできればよかったんですけどね、やっぱあまりにも寿命短すぎる。そこですね、もうちょっとだけね寿命が長いと10位でクリアできたんですけどね。もう223年だとどうでしたかね、史実で何の時ですかね、多分それぐらいに医療の戦いってもうちょっともう前になく終わってるんですね多分。だからなんでしょう、ちょっとこう頑張って諸葛亮しますが続行するみたいな感じなのかな。調べたんですけど、義和宗妃後の巣純巣に出演数は大敗を喫する。この年宗神が没する、職は劉備が没し劉禅が即位すると。223年、っていうことは、いやほんと史実通りにお亡くなりになってしまったわけですね。残念。そうですね。いやー、もうちょっとだけね、劉備が長生きしてくれれば、天下統一になったのにと。ったとこでしょうかね。いっぱい、ね、名前並んでるんですけど、登用しただけで全く使われなかったキャラもいっぱいいますもんね。かといってなんかこう難しい縛りプレイをする気にはなれないので相変わらずですね。特に喋ることがなくなっちゃったので、どうしようかなと今こう思ってます。何しようかなっていうところですね。三国シティから次5した方がいいでしょうかね。5、5か、5ね、どうなんだろう。実はあんまりやったことないんですよね。
まあ、気が向いたらやってみようかなと思います。はい、とりあえず今日はですね、ちょっと眠くなっちゃったので寝ようかなと思います。はい、終わるかなこれ。噛んですな。